ちょっとそのお父様のことを聞かせていただきたいんですけど、どのような状況で広島で被爆死されたのかですね。ご存知のように桑で日ですか、105名引率して広島へ疎開の手伝いに来たんです。で、作業場所がちょうど相生橋の真下だったんです。引き潮で川は全く底が見えるぐらいまで、その岩や石がたくさん見える程度干潮になっていました。で、そこで運んできた瓦を天馬船のような船に全部乗っけて、ずっと川上の方へそれを疎開して持っていくいう作業をこの100名ばかりの人間でやってたんです。で、その時に今の B29が奥へ入って出てきて、上へ向いた瞬間にバカーンと着たものだから、本人は夏だったもんですから白いシャツを着てて、いたも長袖、しかも長袖を着てたもんですから、上へ向いた瞬間に着たもんだから喉仏のところをバカーンとやられて、それだけなんですよ、やられたのは。で、まあ、真っ暗くなって、あれは真っ白くなったりか、その全然一寸先が見えないぐらいに埃が立って、そしてまあ気がついた時には自分はもうとことこと一人で福島町の方を歩いて行って、そして小家出て、そして国道を砂利道をとぼとぼと一人で廿日市まで歩いて、で、廿日市行って、こと切れたいうか、そこへ道路のど真ん中へバタッと行っちゃった。その時にですね、ちょうどね、そういう報告が、広島はやられたっていう報告、大竹の海兵団に行ってたんです。で、海兵団の兵隊がトラックに乗っかって、広島へ来て、きつつあったんです。で、その一つのトラックに兵隊と将校が乗ってて、20階で道路に人間が倒れてで止まって、その将校がもう本当親切な将校さんだったんですね。僕の親父をみんなで下げてトラックに乗っけて、そして近くの病院へ、あるいは個人開業医か分からないんですけど連れて行って、そして本人たちは広島に入ったらしいんです。で、親父さんはそこで息を吹き返して、そこの医務室で手当てをしてもらって、昼過ぎの汽車は動いていましたから、それでもう全部沿線にはその船が全部行ってますから、で、私のおふくろも駅へ出て見ているんですけど、全部まだミイラが歩いているような、全部放射してるもんですから、誰が誰かわからないんですって。ただ分かったのがですね、親父もそのハワイ帰りですからね、今でいうジーンズを履いてね、作業に出てたんです。で、あの頃ジーンズはね、日本ではほとんどなかったですからね。で、それを人生で分かって、で、親父さんも僕の母親に寄ってくるし、母親もその人生を見て行って、そして連れて帰って、そして7日間手をしました。で、たったここ1箇所だけだったんですよ。で、それでも亡くなりました。